橋なら任せとけ。スーパーなやつをかけてやるぜ。よし、飯だ飯。任せてちょうだい。少しは強くなれたかしら。少しは強くなれたかしら。少しは強くなれたかしら。当然の結果ね。
お、腕が鳴るな。さあ食え。任せとけ。こいつで。おお、こいつはうめえな。さてと、行くか。すげえな、フランキー。もうできちまったのか？これだな。よし、行くぞ。穴があるのか。危うく見逃すとこだったぞ。あ、何かあるわ。さて、
アディオ、俺が調べたところじゃ氷塊の遺構って。氷塊？確かにな。俺も中を探索するのは初めてだから。それにしてもすげえ滝だな。結界かしら。滝の裏側に何かあるのかもしれないわね。それなら切って確かめるか。切るってあの滝をか。私だってやるときはやるんだから。やるぞ。サンダーランスクープ。準備 OK だ。竜巻。俺力がみなぎってきた。108ポンド砲。ゾロの斬撃は何か特殊な水のようね。何これ。アディオ、お前の能力で何とかなんねえか。さすがにこれは。まあ滝の裏に何があるのかはわからないけど、とりあえず他の場所を探索してみます。まあ滝の裏に何があるのかはわからないけど、とりあえず他の場所を探索してみましょうか。よし、探検だ。あら、何かあるわ。どいて。こっちにはなんかありそうだな。今の力を試すにはうってつけだな。見せてやりましょう、私たちの力。
あんたたち、行くわよ。よっしゃ、ゴムゴムのヌートン、サンダーボルト、ダザリング、シャッター、変更。俺の出番か。俺には資格はねえぜ。テンペスタ。お、俺が相手だ。修行にはちょうどいいな。邪魔だ。いい斬撃だな、ゾロ君。あんたの銃も今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。なんかあるぞ。
なんだか急に寒くなったわね。見ろ、滝がなくなってやがる。そこら中につららが垂れ、これってさ、おそらくな。じゃあ先にす、それにしてもあの滝はどうなったんだ。あの装置を動かした後に気温が急激に下がったから、多分それが関係しているとは思うけど。その謎を解くのはこの上に行ってみるしかなさそうね。何が待ってんのか楽しみだ。私にかかればこん。おい、こっちで合ってんのか？よっ俺たちに聞かれてもその問いには誰も答えられねえぜ。どうやらこの場所があの滝の、ここの遺構は
状態変換を研究していたみたい。瞬時に？このとんでもねえ量の。これが遥か昔の技術だ。どんどん進むぞ。ああ、中にはこん。嘘をつくまでもねえ。行くぞ。俺がまとめて相手してやる。サンダーボルト、テンポ！俺がまとめて相手してやる。刀の旅にしてやる。聞かねえよ。テンペスタ。俺がまとめて相手してやる。邪魔だ。何？やろうっての？まだいけるぜ。テンペスタ。ピヨピヨピヨ。さあ、ガッツ。こぼれすら己の恥だ。そっちか。キル。いい斬撃だな、ゾロ君。あんたの銃もやるじゃねえか。よし、行くぞ。うお、マジで凍ってるけど、急に割れたりしねえよな。俺の名はキャプテンウソップ。いつでもいいぞ。一無銀。行くぞ。俺についてこい。必殺ヒロタイマシ。
ジェットピストル。やってやろうじゃない。こんな行くぜ。そらよ。さてと。そこだ。お俺が止まんねえから。ここが正念場だ。準備 OK。ガツンとかますわよ。どう？これがウェザリアの天候の科学。
うわ、寒い。みんな早く向こう側へ渡りましょう。サード、ゴムゴムのギガントピストル。俺たちの力見せてやろうぜ。刀がうずく。塩ビマヨネーズ鬼切れ。あんたたちお金持ってるの？逃がさねえ。無駄だ。
修行にはちょうどいいな。一刀流、いよい、シッソンソン。準備 OK。 ど真ん中だ。あれは誰だ。そうさ、このキャプテン。よっしゃ。あら、何かあるわね。さて、よし。最初のフロアに赤い扉が2つあったが、どっちかが巨像のところへ行くための正規ルートだったんだ。好きな扉を選びな。俺はどこでもついていくぜ。この石板に刻まれている。どうかしたの？気象についての研究が。面白そうね。観測と実験、ただそのどれもが実際に内海で見た風車もウェザリア式の四方の塔にあって、つまりワフルドはかつて空にあって。驚きだわ。こんなとこにいて寒。向こうに宝箱もあるし、我慢よ我慢。
むためには仕方ないけど、氷の上を歩くのはさすがに答えるわね。よっ。下に行けばいいんだよな。ルフィ、油断すんなよ。何が潜んでるかわからねえからな。落ち着けって。よく見りゃ天井にツララがあるぜ。今の力を試すにはうってつけだな。刀がうずく。サンダーランス天砲。相手にとって不足なし。ウルトラガリア。やるか。ギアセカンド。ゴムゴムの。たちの力見せてやろうぜ。弱点見えたぜ。見たか。これが黒カブトの威力と俺様の実力だ。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。俺たちの力見せてやろうぜ。行くぞ。おう、援護は任せろ。必殺ゴムゴムの火炎星覚悟しろよ。ギアセカンド。ゴムゴムのジェットガタリング。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。旅にしてやる。あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。こんな。はっ。
っての。次はないわよ。次はどいつだ。くらえ。来いよ。行くぞ。一発で決めてやる。当たれ。見たか。これが黒カブトの威力と俺様の実力だ。成長を実感できるほど強くなれたのね。よし、着いた。先に進むぞ。なんだ、またあの装置があるじゃねえか。この先がどうなってるのかわからないから、氷と水どっちの状態にすればいいのか迷うわね。よっ。ねえ、ロビンは寒くないの？私？もちろん寒いわよ。
困ったわね。どう進めばいいの？しかグランデ。何をしよってんだ、アディオ。まあ見てな。こっちだ。この足場の下に別の足場がある。おいアディオ、今のは何だ？お前の能力、生きたものは掴めねえんじゃなかったか？ははは、掴んでるわけじゃねえ。今のはソルメンテ、俺のコテコテの出来損ないの技さ。自我の弱い者の心を掌握して、そいつの見たり聞いたりした情報を共有できる。まあ心を握る技さ。もっとも鳥や動物程度ならこの通りだが。なんだよ、便利なのかと。だから出来損ないの技だって言ったろ。通路の奥、なんかあるぞ。あれはウォーターセブンの地下にあったのと似てるわね。見ろ、またあの装置だ。装置に続いてリフトもあるのね。変な穴に突撃。さあどこに繋がってんのかな。邪魔だ！ギアサード！ゴムゴムの！こぼれすら己の恥だ。そっちけ。危機急騰流。
奴ら一無銀。どこに用が打ち抜く。やるわよ。サンダーランスケンポ。肩慣らしといくか。危機急騰流アシュラ一無銀。恐ろしい敵だったが、このキャプテンウソップの敵。そういや、かなり進んだが、巨像のとこにはまだ着かねえのか。ははは、焦るなよ。また青の扉か。おっとっと。前よりは楽に切れるようになったが、まだ本調子とは言えねえな。
出るにはどう進めばいいんだ。思ったより入り組んでて迷いそうだぞ。お、こんなとこにも装置があるぞ。よし。おっとっと。